クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。でかい段ボール、こんな感じです。はっはっはっ、まるでドーナツだね。はい、どうもこんにちはです。クロネコチャンネルのクロネコです。やった、秋ですかね、夏ですかね。うん、夜はね結構涼しくなったと思います。朝晩はね、うん、だけど昼はまだ暑いですね。さあ、まあね、僕は夏好きなんですけどね、だんだんとね季節は冬になっていくんでしょうか。ところでね、実は最近購入したものがあります。こちらですね、でかい段ボール。これ昆虫ゼリーですね。何個入ってんのって言われると、まあ僕はいつもね500個ずつ買うんですけど、まあ、500個入ってるわけです。500個のゼリーちょっと使ってますけど、こんな感じです。はっはっはっ、大量です。はは、いつも箱買いですね。だいたい箱でね、これヤフオクの方で買ったんですけど、だいたい箱買いで4300円とかそれぐらいで買えますね、500個ね。うん、まあこれどれぐらい持つのって言ったら、多分2ヶ月とか3ヶ月とかね、3ヶ月持てばいいかなと、そういう感じですけどね。やった、カブトムシやクワガタをね長生きさせる秘訣はね、餌をあげすぎないことだと僕は思ってます。うん、あとは温度管理かな、湿度とね。餌はね、僕はいつも週1とか5日に1回とか、それぐらいのペースで変えてますね。うん。まあ、種類にもよるんですけど、あんまり餌をね、あげすぎるとね、ちょっと寿命縮まっちゃいますね。まあ、なんでね、その辺はね、ちょっと工夫しながらやった方がいいかなと思いますね。さあ、今日はね、幼虫の餌交換をしていきたいと思います。今日餌交換するのはこの子たちですね。はい、この子たちですね。この子たちは、ゴロファ、ポルテリ。うん。ベネズエラのね、カブトムシ、ノコギリタテズノカブトっていうやつですね。ゴロファ種の中では一番大きくなるやつです。うん。これはね、黒の白のカブクワさんにいただいた子たちですね。ありがとうございます。ちょっと餌交換遅れ気味ですね。うん。4ヶ月経ってます。できたらね、3ヶ月で餌交換した方がいいですね。はい、ということでね、今日もこの子たちの餌交換いきます。頑張っていきましょう。おう！よし、できたね。はい、今日はね、こちらの方で体重測定していきます。うん。置いて、ゼロ表示。オン。はい、こんな感じですね。これで準備 OK です。では、餌交換やっていきましょう。はっ。まずは1頭目です。もうなんか上見えてますね。もうだいぶ餌減っちゃってるんでね。うん。お待たせだね。ほっ。うわ、なんかすごいぞ。はっ。これは、なんて土まみれなんだ？大丈夫これ。どうやらかなり毛が生えてる種のようですね。ああ、まるでドーナツだね。どうなってんのこれ。すいません。はい。体重いきましょう、体重。よっ。重たいよ。あ、結構でかいよ。でかいね。わ、すごい。45グラムある。すごい。こんなにでかくなるんだね。ああ。かなりのデカさでしたね。ということで、1500のボトルかなの方に入れていきましょうね。はい。いや、こんなにデカくなるのね。すごいよ。ちょっとびっくり。さあ、このスプーンのいいところはね、こうやってこう、ポイッて入れることですね。なんと45グラム。はい。
まあ自分で潜っていくでしょう。いや、すごいデカさでしたね。さすがゴルファー社最大の大きさになるやつだわ。すげえ。ちょっと感動です。スプーン準備したけどいらないな、これ。行きましょうね。お、前回ちっちゃかったのにな。すごく大きくなってる。ほら、おっと、あ、やっぱドーナツか。あ、さっきの子よりもちょっと小さいかなっていう印象ですね。さあ、体重の方いっちゃいましょう。あ、重たい。あのね、大きさに比べたらね、幼虫の重さすごく重たいです。この子の大きさ 33.9 34 34だね。メスかな。うん、いやー、でかい。重量が半端ないですね。いやー、世の中いろんなのがいますね、ほんとね。うん、びっくりします。はい、入っていただきましょう。うわ、ばっかでかいうんこしてる。やめてよし。あ、だいぶ黄色いですね。よっ。はい、34g でした。うん、でかいです。3頭目いきましょう。これも、あれですね、4月に孵化した割にはすごくでかいですね。ヘラクレス並みの成長速度。うわ、でかいわ。ああ、50近くあるんじゃないかな。でかいです。じゃあ体重いっとこうかな。重たい。すごい重たいですね。いや、40とかぐらいかな。いきます、体重。はい、38にしときましょう。ああ、なんだか変な食べ物みたいになってますね。ああ、ドーナツ似てるからな。最初の子ほんとドーナツみたいだった。ね、これ何使ってんだろう。こん、見た感じ多分キノコマットかなと思います。はい、うん、キノコマット栄養価高いしね、安いからいいですよ。まあ一応僕はね、念のため冷凍を2回して使ってます。メーカーの方ではね、冷凍はね、あんまり推奨してないっぽいですけどね。はあ、はい、38g でしたね。いい感じで成長してくれてます。折り返しです。うん、なんか空間は作ってはないですね。うん、洋室ではないですね。はい、まあ餌交換遅れてるのは間違いないんでね。今まではね、あれでドルクス同じショップさんのね、完全発酵マットで大きくなってもらってましたね。で、またキノコマットに変える感じです。うん、それはね、やっぱり完全発酵マットみたいにね、無添加系がいいと思います。いきます。はい、 40.989 食卓何言ってんだ。初めての種なんでね、うん、ちょっとよくわかんないんですけど、どれぐらいの大きさにね、なるんだろうかな。ね。記録残しておけばね、次の時にね、ああ、これぐらいかってなっちゃうんでね。はい。でかいです。ま、あとは自分で潜っていってくれるでしょう。よし。4頭目40でしたね。残り2頭です。どうだろう。お、この子もでかいですよ。うん、でかい。はい、では気になる体重いきましょう。これに乗せます。あー、重量感すごいな。うん、この大きさでほんとね、この重量感なかなかすごいと思う。この子の体重見えにくいけど37ですね。 37.8 とか出てます。はい、なかなかの成長具合です。お、動いた。動いてますね。だいぶ黄色くなってるよね。この大きさだとやっぱこれぐらいのボトルは必要だな。うん、ほんと 800cc のね、ボトルで
4ヶ月であんなになっちゃうってちょっとすごいですね。ね。はい。入れちゃいます。よいしょ。ドスンって落ちる。この重量感。はい。あとはね、セルフサービスで潜っていただきましょう。いや、すごい。すごい成長率。ね。なかなかの答えでしたね。この子37グラムです。さあ、餌交換最後の子ですね。この子。もうなんか上の方出てます。ごめんね、遅くなって。なんか体が若干見えるね。はっ、あー、でかい。あれ？でかいけど他の子よりは軽いぞ。なんだろうな。さあ、重さ行きましょう。はっ。あ、でもやっぱ重たいわ。この子。38グラムです。うん。すごい大きさ。食事時に見るもんではないな。こんなにでかいとですね。それなりに食いますので、800ボトルだとですね、やっぱこう、あれですね。うん。小さかったなと思います。まあね、ヘラクレスも最初はね、800ボトルから僕スタートするんでね。うん、早めに餌交換した方が良かったかなと思いますね。では最後のボトルインしましょう。ほっ。ねえ。数日前に詰めたやつですね。ガス抜きも兼ねてやってますので、いつも入れてすぐに交換ってことはまずないです。数日間置いてから、っていう感じで。はい。あとはセルフサービスです。やったー！全部終わったぜー！ということでね、この子は 38g。結局最初に掘り出した 45g の子が最大でしたね。やった！お疲れ様でした。ということで、ゴルフはポリテリ君の餌交換やりました。4ヶ月でこの大きさ。なかなかすごい。ほんとね、ヘラクレス並みです。さあ、ですね、45、40?この辺が40オーバーでしたね。あとは38、38、37、34と。オスメスはちょっと読めなかったですね。頭の大きさとか見ればよかったかな。はい、じゃあ今日はね、これでお別れです。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。